シノロジーインクはネットワークアタッチとストレージ製品を専門とする台湾企業。デスクトップモデルのディスクステーションシリーズ、オールフラッシュモデルのフラッシュステーションシリーズ、ラックマウントモデルのラックステーションシリーズが知られている。シノロジーの製品は世界中に流通しており、十数種類の言語にローカライズされている。本社は中華民国の日北市にあり、 世界各地に死者が置かれている。2018年、製品レビューサイト、ワイヤーカッターは、シノロジー社について、長年の、小規模ビジネス及びホーム、ナズ業界のリーダーであるが、Wi-Fi ルーターの分野ではまだ新参者であると評した。現在のシノロジー CTO デレン・ルー・シノロジー・インクは2000年1月に、チーン・レアオとフィリップ・ウォンが独立したプロジェクトを追求するため、 マイクロソフトを離れた時に設立された。リオはマイクロソフトエクスチェンジサーバーグループの開発マネージャーであり、ウォンは台湾のマイクロソフトのセールスディレクターだった。二人はバークリーソフトウェアディストリビューションに基づいたファイラー OS と呼ばれる新しいオペレーティングシステムを作り始めた。これはファステラ、ナズハードウェアと共に使用してナズソリューションを構築する。 ナズソフトウェアをハードウェアと緊密に結びつけるために、シノロジーは2004年に最初の完全なソリューションであるディスクステーション DS-101 をリリースした。最初のディスクステーションのリリース以来、シノロジーインクは世界中で約650人の従業員を雇うまでに成長。オとンはまだ会社に所属しており、オはシノロジーアメリカコープの社長を務め、ンは シノロジー・インクの会長を務めている。ありがとうございます。